はい、皆さんこんにちは。せーの、ユンキノピです。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日は、はい、ユンちゃんの頭を話題のトリートメントで綺麗にしようという企画でやっていきます。なんていうトリートメント？ユントリートメントっていうトリートメントを今日はユンちゃんをモデルにしてやっていきたいと思います。それ巻いてんの？巻いてアレンジしてもらった。なんかゴムを一個指で言ったらこんな感じにして出してるだけみたいです。はいはいはい。はい、もう一足？はい。一番からつけていきます。はい。じゃあこのトリートメント、M トリートメントやな。M トリートメントです。はい。髪質改善。うんうん。で、まあ、髪質改善トリートメントとかって結構いろいろ酸熱とかもあるんですけど、うん、これは化学反応を髪の毛の中で起こすトリートメント、うんうん、髪質改善というのはその普通のトリートメントと違うのは、うん、何、その時じゃだけじゃないってこと？でやればやるほど、うん、回数を重ねれば重ねるほどどんどん髪質が変わっていく。ほんまに周期決めて計画的に何ヶ月後にはこうなりましょうねってしていくのが髪質改善トリートメント。お客さんから実際言われるので多いのは、あんまりなんか次の日もサラサラやったって、まとまりがすごい変わったし、部屋も今までと全然違うっていうのはめっちゃ言われますね。もう一回言って、キリちゃんの彼氏の名前はダニエル。ええやろ。え、ダニエルって言ったら誰？楽しいな。色々な何色にするの？赤です。赤好きやな。赤好きやな。好きやな。このコーミングめっちゃ大事やもん。これあれ言ってたやん、なんだかこのコーミングをそう細かくコーミングして髪に振動を与えるっていうか、衝撃を与えてあげたりとかすると髪の毛の内部でトリートメント今3番までつけたんですけど、その3つがちゃんと吸着してくれて固定されるんですよ。この時点で髪の毛がつるんってなってると成功です。なってるね。めっちゃテロンテロンです。綺麗。こんな感じですよね。つるつる。おー、きれい。きれい。おー。はい、ということで、M トリートリートメント終了いたしました。はい、この見てください、ツヤツヤ感。すごい。やばい。やばいな。すごかったな。めっちゃきれい。うん。すごい。しかもこれもどんどんやればやるほどもっと綺麗なんだよ、だって、うん、そうですそうです。なんかブリーチのところがまだ1回やから、うん、そこまでツヤツヤになりきってないんですけど、でも毛先の引っかかりはほんまにない。シャンプーだし何もつけてないんですか？つけてないつけてない、うん、それでこのツヤ感すごい。大成功ってことですね。はい、大成功で、はい、はい、M トリートメントしたいと思った人は高評価チャンネル登録お願いします。お願いします。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。